網口くんがいないんでしょ。多分学食じゃないかな。さすが話が早いぜ、うさみちゃん。そんじゃ準備していくぞ。おっと、そういやまだ途中だった。みゆきのカセット買ったんだけど、うちラジカセないんだ。そろそろ行かないと。なんで買ったんだよ。私も行こうかな。みおちゃん、またね。またね。うん。さてと、帰ろ。何？じっと見て。あの、ここではちょっと。廊下で。冬坂に避けられてんじゃん。スカートでもめくったのか。そんなことしないよ。どうだか。でも何なんだろう。プリント、森村先生また忘れてる。ごめん芝君、プリントを持っていかないと。なんだよまたか。しょうがねえな。正門前で待ってろ。俺は網口を探しとく。冬坂さん、あのね、君が前に話してくれた夢の話、あれはやっぱり本当の出来事だった。何それ。何の話だっけ。まさか覚えてないの。先週も話してくれたじゃない。ほら、銃撃戦の夢の話とか。銃撃戦？確か鳩場に逃げ込んで、クラベ君は撃たれて捕まったけど、私一人逃げ延びたって。それって殺人マシンを発明前に阻止するために工場を爆破したって話だっけ。思い出したのね。冬坂さんもなかなか映画通だね。 SF アクション映画のデスドロイド2でしょ。そういうシーンがあった。覚えてないみたいね。知ってるさ、あの映画は名作だ。クラベ君は映画だと思い込んでるけど、それも本当にあった出来事で夢じゃない。
くん映画じゃないの。違うのよ。寝てばかり。でもそ、クラベくん、違う。これも映画じゃないのかな。ダイモスが本当に現れたら、僕はきっと喜ぶね。よかったわね。もうすぐ街にたくさん現れる。ダイモスはあいつらの総称よ。ビルより大きいのから大型自動車サイズまでいろいろいる。そりゃ確かにシリーズにはいろんな怪獣がいるけどさ。そこまで映画好きならこのドラマも気に入ると思うよ。どんなお話？オムニバスで毎回違うんだけど、これは宇宙人が地球に逃げてくる話。橋の上に転送される最初のシーンが有名なんだ。見たことない？転送されたのは2089年のスミレ橋の上よ。言われてみればあのシーンの橋、スミレ橋にそっくりだな。私だけだった。クラベ君は転送されなかった。いや、それはおかしいよ。僕はいたよ。転送されたのは君と僕の二人だ。あれ？UFO ウォーも実際にあったこと？円盤なら私たちの足の下。まさか映画みたいに円盤に乗って戦うとか言い出すの？戦うのは騎兵よ。騎兵？大きなロボット。怪獣と戦うために作られたロボット。面白いな、冬坂さんは。本当に覚えてないの？クラベ君が話してくれたのよ。理科室の掃除の時に未来の銃撃戦を夢に見たって。理科室の掃除。そういえば。鍵は確かに渡したよ。なくさないでくれたまえ。女子に人気の2年ゴーとレンヤか。気取ってやがんな。掃除が済んだら準備室に鍵をかけて必ず森村先生まで届けるように頼んだよ。はい。お先に失礼する。わざわざすみません。さあと少しよ。さっさとやっちゃいましょう。私はそこの木が洗うから、ビーカーを棚に戻してちょうだい。腹が減ってるってのに掃除当番なんてひでえよな。千葉君、文句言ってないで手を動かそうよ。なーに？ボソボソ言わないではっきり言いなさい。土曜日の掃除当番なんてついてないなって。順番なんだから文句言わないの。ゴート先輩かっこいいし頼りになるよね。熱烈なファンがいるのもうなずけるな。これどこへ片付けるの？ビーカーは後ろの大きな戸棚よ。
ここに片付けるのか。これもだな。ビーカーは全部片付いたな。ゴート先輩は大人びていて、ビーカーは片付いたね。とても同じ高校生とは思えない。あとは掃除ね。何？さっきからじっと見て何？顔に何かついてる？あ、ごめん。昨日見た夢に出てきた人、やっぱり冬坂さんだと思って。私の夢？黒いつなぎ姿のすごく強くて魅力的な女性だったな。そう、それって例の夢の話だよね。どんな夢だったの？話すのはちょっと恥ずかしいな。僕とその女性が過去に戻って滅亡の未来を回避するために、その原因となる施設を爆破したんだ。でもそのせいで犯人として警察に追われて、銃撃戦で二人は離れ離れに。私犯罪者なの？正義のためさ。でも面白い。どうなったか気になるわね。もっと詳しく話そうか。撃たれたの？見せて。大したことはない。私もしくじったわ。研究員を一人仕留め損なった。施設は全部潰せた。上出来だよ。宇宙計画は白紙に戻るはずだ。これで未来は変わったかな？同じ結果なら、俺たちが殺した善良な市民は死に損になるだけだ。巡視艇だ。先回りされていたのか。援護する。君は先に行け。作戦と違うわ。俺は走れそうもない。あなたを置いていけっていうの？今日を生きるのが先決だろ。大変だ重郎。網口くんがいないんでしょ？多分学食じゃないかな。さすが話が早いぜ。サミちゃん、そんじゃ準備していくぞ。おっと、そういやまだ途中だった。ごめんね。
しょうがない。一人で帰るよ。網口くん。私も行こうかな。網口くん。美和ちゃんまたね。校庭の休憩所にいるみたい。またね。なに？自販機が並ぶあそこか。よし、行くぞ。帰ろうかな。おいおい、校庭行くなら遠回りになるだろ。お、最近、学食の焼きそばパン数が少なくね。見つけたぜ、俺のゲームセンター。網口くん。あ、なんだ、どうしたの。今日も一緒にいていいかな。別にいいけど。それじゃあ今日は君の家にでも行こうか。え、ジュロン寺？ダメダメ。ばあちゃんは親戚の家に行ってる。こいつんちボロいテレビだけだぜ。でも今はちょっと面倒な曲がり人がいてさ、だからまずいんだ。そっか、じゃあ俺の家行くか。心の友よ。うん。そうと決まれば早く行こうぜ。もう7時か。やっぱいいな、網口んちは。ゲーム機が何でも揃ってる。さすが金持ちのお坊ちゃん、うらやましいぜ。喉渇いたって言ったろ。ジュースでいいよな。ありがとう、網口くん。できたな。もうそろそろ飯食いに出るか。一緒に行くだろ。上がるぜ。この前もラーメン代出してもらったし、悪いよ。じゃあ今日はもう帰るのか。行くけど自分で出すよ。ちぇ、今日は自腹か。やっべ、無理無理。今話しかけんな。集中力が途切れる。新譜の CD がこんなに。テレビ台の下にはレーザーディスクもあるし、すごいな。あ、ビデオを見てくれた？君のおすすめだからな。もう全部見たの？どうだった？マニアックな筋書きだった。意識だけになったマッドサイエンティストがアンドロイドの体で復讐していくだなんて。面白かったけど一般受けはしないな。B 級 SF ホラーの名作だよ。
う一回、もう一回だけ待ってくれ。次に死んだら交代するから。見えねえ。もう一回、もう一回だけ、次にし、見えねえ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 。へえ、どうした？網口くんが持ってるレコード、洋楽ばかりだと思ったけど、こういうのも聞くんだ。稲葉みゆきって最近人気のアイドルだよね。試しに買ってみただけだよ。腹が減ってきた。飯食った後帰るのか？網口くん、もう少しここにいたら迷惑かな。今晩も親父は愛人のところだろうし、俺一人だから別に構わないぜ。ありがとう。なんか家に帰りたくない理由でもあるの？それは同居人が。いや違う、問題は僕だ。一緒にいると僕が薬師寺を。ともかく飯行くか。行くよ。ちょ待ってよ、これだけ。ついでにレンタル屋行って、なんかビデオでも借りてこよ。そうだ、忘れてたビデオ。また忘れないうちに渡しておくよ。あの SF ホラーの続編持ってきたんだ。じゃあ飯食って戻ったら一緒に見るか。これ僕はやめとく。ホラーの気分じゃないか。ごめん、違うよ。最近ビデオの見過ぎなんだと思う。怖いんだ、変な夢ばかり見るから。またなんか見たのか？僕がおかしくなってみんなを殺して回るんだ。犠牲者に冬坂さんや網口くんもいて、それに彼女も近くにいると不安になるんだ。僕は薬師寺を本当に殺してしまうんじゃないか。ひどいこと。あなたは僕たちを助けるために未来から来たんじゃないのか？いだ、違ったんだよ。お前たちが原因だったんだ。どういうことだ？お前たちの体のナノマシンがダイモスの群れを呼び寄せている。お前たちが生きている限り奴らはやってきて全ての時空を滅ぼす。嘘だ。すまない。仕方がないんだ。すまない薬師寺、だけど苦しみは一瞬だ。今さら迷うな。心を殺しやり遂げろ。永遠の鳥かごから逃れるにはこれしか。僕たちが原因。しぶといな、イダ。安心しろ、すぐにとどめを。なんてことを。
てことをしたの、重郎。森村さん、どこを撃たれたの、見せて。これ、君のためだ、森村。